ションが今特にNT シリーズとかすごい前傾なものが多いじゃないですか、はい、なんでブレーキかけるとシュッと落ちちゃうみたいな、そういうシートがすごく増えてるのもあって、そのもうちょっと平行に戻したいとか、だから前の方を持って後ろの方を削るみたいな、全体のバランスを水平にしてあげることで乗ってる時のその、ポジションを変えちゃうみたいなことを結構したい人が見えて、SS クラスの川崎のなんか後ろすごい尖ってたりすると、はいはい、シートがノーマル状態で結構前下がりだったりするんですけど、あれは加速に耐えるために前下がりで設計してあるんですかね。そう、どうなんですかね。でもそんなすごい加速しなければ平らな方が楽なんですけど、まあ、結局普通に街乗りしてる人がほとんどなわけで、そうするとやっぱりお尻が痛いとか前に滑っちゃうとか、結局乗りにくいから削って落とすとかそういう話になることが多くて、なんで MT のシリーズなんかは、まああれはないんですけど、 MT の09かなとか入ったけど、シングルシートで前がめちゃくちゃ細いと、うんうん、もう細くて痛いから持ってみたいな人が結構見えたりとか、乗るっていうのはあまり印象ないと思うんですけど、あるんですね、結構意外と最近多くって、そうか、抜くんだったらまあ素人とか、そうですね、まあ、できる人だったらもうヤスリで削ったりとかある程度できるんですけど、乗ると乗るってなるとまずウレタンをどこで買ってくるんだって話になって、あ、まあ、買ってきてもあんまりそのなんだろう、シート用のウレタンって手に入らなくて、スポンジみたいなのとか、すごい高反発のゴムウレタンとか、そういうのはホームセンターに売ってるんだけど、本当にちょうど圧力がいいウレタンって意外と売ってなくて、うちはとりあえずもともと車の部品やってたのもあるんで、そうなんですか、はい、やってたものですか、まあ、今でももちろんやってるんですけど、そういうのがあるので、その車用 そのクッション、シートのクッションなんかでウレタンが手に入るのもあって、そういうので圧力をいろいろ硬いのから柔らかいのかのまですごい段階が仕入れるんで、まあ、ただ使ってるのは今ほとんど同じものを使ってるんですけど、これが一番いいかなっていう適宜のやつを使って、このタイヤのコンパウンドじゃないですけど、同じシートの中でも柔らかさ変えてくっつけたりとかしてるんですよ、はいはい、そうですね、はいはい、そうなんで意外とそういう風でそのちょうどいい反発力のウレタンって意外と手に入らなかったりするんで、なんでやってみたんだけど調子が悪い上に貼り付けるだけだったら貼り付けれるじゃないですか、でやるんだけど全然なんかダメだったからなんとかしてっていう人も中にはいるし、なんか毎回お話を聞くとやってみたいなと思っちゃうぐらいですけれどそう、まあでもそういうバイクに乗ってないとやれないですよね、でもシートで随分変わりますよね、と思いますけどね、でもっと言うんだったら表記の貼り方でも全然違うので、その本当にピンピンに貼っちゃう貼り方をすると硬くなるんですね、印象が、で乗ってても結構パツパツのシート表記に乗ってるとクッション性って落ちるんですけど、だから今うちはその表記に合わせて立体裁断っていうかその、うん、未知の縫い目はできるんだけど、表皮にあまり負荷のかからない、革で引っ張ってスポンジ潰してるような貼り方をはい、しないようにしてるんですけど、そうすることでクッションのその元々のスポンジの性能が出てくるので、私たちみたいなのが素人がちょっとやったのとはやっぱり全然違うんですね一応多分違うとは思うんですけど、でこういうサイクルショーに来るとそういうサンプルちょっと大事で楽しみに実感です、せっかくあるのでこれとかもね、これはもう単純にゲルのもの、普通の劣化した反発力そうですね、あれはだから単純にそのこれはもうこっちがもうノーマルのエクセサーブで、まあ、表皮もそのままノーマルの部分が使ったんだけど、角が結構角張ってるのを落として、なおかつ真ん中2センチぐらい落としてるんで、足つき性でいうと本当に 4,5 センチ、もうつま先立ちだった人がほぼほぼつくぐらい、つま先張りぐらいですよ、僕の椅子
センチって本当にめちゃめちゃ大きいです。乗れるか乗れないかぐらいの差はいですね。とあとまあちょっと向こうはあのデザイン優先で、こういう質問が好きな人を必ず見えると思うんですけどそうそうですね。当然カモド。そうですね。まあ、新しくオリジナルで作らないとも貼れないです。なんか一般の人って音声低くすれば実力よくないと。それは違いますね。ここはむしろ逆に残しといて再度落としてあげた方が。ここに低くすると足が開いちゃうので。あと海側のこの辺の森。モトクロスの森はちょっと幅遊び混じりの6センチ上げてるんですけど、海外のそうですね。ハスクバーナーとかも元々のベースも高いですけどね。でもこれ欲しがるかな。まあでもそうだ、このぐらいの柔らかさで表皮を貼ると。こんぐらい、もうこれちょっと硬いですけど、もう少し柔らかい感じに仕上がっています。これこのマークが柔らかくて、こっちがちょっと。そうですね、はい。で、それがこっちに。これは結構モトクロスで、アメリカに乗ってる人が多いんですけど、後ろに差が出ちゃってハンドルが遠くて、だからちょっと後ろここを持ってあげることで前に出したいっていう。捕まった宇宙人みたいになってます。前へ座りたいってことですね。その場合これ柔らかいのが森で作るんですね。これロープベースに貼り付けて作る。貼り付けて作るんだね。それは真似できないじゃん。なかなかこれがやれるところがないので結構あるんですね。増えてる加工ですね。やっていただけてこのお値段ならやっとくですよ。まあ普通の森よりはちょっと高めにあるんですけど、基本は5000円6000円なんですけど、さすがにこれくらいまでやって一番ちょっと高くなるんですけど、まあまあそのほどの森は全然安いんですけど、最近何を言ってもすごいもう100円自体が高いんですよね。自分だけのオリジナルで、そうですね。見た目より、そうですね。見た目よりその中身の中身ちょっと私は足短いので届かないところがしたかったですね。伸びずに夏伸びずに冬も夏も安定していい感じ。耐久性も良さそうですね。そうですね、もうエンボス今これ割と人気なのはこれはゲルザブ入れた人にはこれ勧めるんですけど、ゲルザブの柔らかさを生きるので、ただこれちょっと2年くらい使うとちょっとツルツルしたりとか、柔らかいのはやっぱりそれだな、その分早く悪くなるんですけど、この枝目力はこれ実はすごい滑らないんですよ。デニムでも滑らないし、革になっては滑らなさすぎて乗れないのかと思ったら、逆に表面がピタッとくっついちゃうんですね。くっついちゃうんですよ。なんで意外とエナメルはね、皆さん意表をついてみんな滑るって言うんだけど、全然滑らないです。でも滑らなさすぎて乗り心地悪いです。ある程度動いてくれないと、ちょっと最近それを悩みどころなんですよ。傷が滑りすぎちゃって、あ、まあ、それは劣化してるんですかね。劣化だと思います。表皮自体が硬くなってきてるんだと思うんですけど、長くなればなるほどそうなるので、硬くなったら変えるしかないんですよ。まあ基本は多少はあるとは思いますけど、そういう薬品を手に入れるのが大変ですよね。ストリッチみたいな、まあ、完全に遊びですけどね。最近はこういう砂目の昔の、刀の表面にザラザラ、これも最初のうち
ら多分いいんですけど、私これ使ったことないとかわかんないんですけど、よく当たるところが艶が出ちゃったりしますね。なんかしそうですね。まあ、刀と同じですよ。刀もそうなりますよね。まあ、でも無理かな。まあ、でもやっぱり長年使ってれば。なるほど。でも、出そうな売りのところにはちゃんと、そうツヤツヤに昔のツヤみたいにならないようにちゃんと作ってる。まあね、糸も丈夫な糸が使ってあるので、糸がほつけることもないんですよ。よろしくお願いします。